急がないと。そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取り憑かれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。何かあったのか。君たちは誰だ。暇を持て余した野次馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか、どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。弟子入り？そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。一敗もせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ。鳴神大社知らないのか。あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、ナナコ。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる。神の目を奪われるとそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹弟子が師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいているのが聞こえたらしい。
その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。血眼になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。まさか邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここにもいない。もっと上かな。本当にここか。もっと上に行って探してみよう。いた、あそこ。お前らなんでそんなに足が速いんだ。本当に土門の弟子か。土門より速く感じたが、それとも何年も会わねえうちに土門のやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？お前らが生まれてくるずっと昔から俺と土門は一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺は土門から兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。土門に会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だが
あいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か、明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか。うーん、オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は。そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いい名じゃが、今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者が、その手で自身の師匠と兄弟子を負かした時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。
ゆえに天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会ったドモンさんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。はなっからお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き、天下一を取る、お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめ、ここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは、今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった、明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ、早く八重様に礼を言って帰るぞ。
うん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが、何時がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。わー、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。の願いも叶えたぞ。うん、あやか、こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば彩香、どうして今回は出てきたんだ？あの3つの出来事から、私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とはすだれ越しにお話はできません。うんうん、ちょっと待った、トーマってお前の嫌いだろ？おいら嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた彩香、雰囲気も違う気がするぞ。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には、全ての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周雨、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であれば、もう一度お考えを。本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。
木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業神里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後城内での祭祀が減ってから、シャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様。私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。珊瑚宮に関してはもともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが、もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と環状奉行による両奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか？
花見坂の手芸職人の手にかかれば、肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が、数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので、見つかるのも仕方なかったのですが、このまま私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私と東馬はシャブ業としての身分がございますので、このことが露見すれば神里家全体を巻き込んでしまいます。その後、もちろんこのことを全てあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい待ちや。あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今からし見とき。おい、なんなんだよ。自分に神の目がないからってそうやってヤジ馬みたいに。ってあれ、お前持ってるのか。し静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか武士様。ふん、それでいい。行くぞ。神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。宵宮さん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにオイラさっきヨイミヤさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。は、自己紹介がまだやったな。うちはヨイミヤ、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂でヨイミヤさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴上島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そないなこと言われると照れるな、半四郎。それと
うちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使うて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生ん、なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。早くもオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやら宵宮のことだったみたいだな。どうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。宵宮は頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。急がないと。以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけていけよ。おう、あんたらもな。ふっ、行け。さっき、異形を見届けよ。風だ。ちょうど
は勝負せよ。行け、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。行こうよ。瞬く間に、はっ、拙者の、はっ、負けだ。急がないと。隊列、隊列、行け。た、さけ、うふった、はっ、ものども続け。瞬く間に、敗北を期してか。この壁、なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつら、なんだか評価されてるみたいだ。その力の源は、あそこの鎧と関係してるんじゃないか。やっ、急が、先に引くぞ。行こうよ。逃げようなんて思わないでよね。者ども続け。痛い、うん、我が剣よ、影に従え。やっ、拙者を恐れてもらう。自由のごとく、やっ、冗談、執念が足りなかったか。瞬く間に、ミスしたか。してない。やっ、陣営のごとく、ディア、拙者の負けだ。あれ、あのマガタマの形、扉にある溝と似てないか。手合わせ願いたい。勝負、瞬く間に、さっきは偉業を見届けよ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。刮目せよ。風だ、陣営のごとく。やっ、はっ、行こうよ。瞬く間に、はっ、拙者の、元気出せよ。急がないと。行こうよ。行け。疑似妖怪。
よっ、瞬く間に。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや、お前いつの間に。もう見てられん。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ。九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火。見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や、こいつはうちの自信作なんやから。おい、よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。よいみや、よいみやか。正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。
やっとあの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条サラってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを彩香たちに教えよう。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者、彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば、各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。
旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。どれどれ。鬼ヤバな絶運の唐辛子、超しょっぱいハム、無評花の数い、なんか恐ろしい鍋になりそうだな。お腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。大丈夫かトーマ。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さよなら、みんな。全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよ。でも彩花は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。う、想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩花や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ、大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんな、また。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。